はい、皆様おはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。ちょっと最近動画の更新ちょっとですね1週間を超えてしまってきているんですけれども、ちょっとですねやっぱりなかなかちょっと子育てっていうものにはかなりやっぱり時間を割かれるなっていうところですね。はい、まあそれから副業もちょっと今かなり忙しくて、すごい勢いで仕事が入ってきてて、もうさばききれなくてお断りしてるっていうぐらい、やっぱりなもう子育てと副業と本業でもう時間がなかなか取れないっていう感じですね。はい、まあちょっと申し訳ないんですけれども、はい、今回はですねフル地図を入手したので、ざっと、まあ、こんなものを入手しましたということで、ちょっと深読みに各地区の深読みに関しては、まあ、おそらく今日の方尺が足りないと思うというかあれなんで、今回は、まあ、こういう地図ですっていうところだけ、まあ、ちょっと見ていきたいなと思います。今回はですね、なかなか面白い地図入手しました。かなり大きいんですね、これ。まあ、これで18センチなんですけど、まあ、だいたい横は 18×4 ぐらい、8×4、32、だからまあ、本当に60センチちょっとぐらいはあるんですかね。もう縦も結構あるっていう感じで。で、北海道教育地図研究会が編集で、印刷が高校の地図帳とかでも名高いですね。帝国書院ということで、昭和50年の印刷なんですけれども、ベースが昭和40年の、まあ、地図であるということで、見るとですね、昭和40年の地図に無理やり、まあ、振動とかを書いているっていうような感じが、まあ、するんですね。はい、こう見ると、はい、振動に結構もういろいろとこうやって下が映ってるんで、まあ、結構無理やり振動を書いたのかなっていう感じはあります。まあ、普通に考えると川とかがこうやってもう透けちゃってるんで、はい。で、まあ、住所表記に関しても、琴仁町市とかっていう風に載ってて、まあ、一応昭和50年印刷なんで、こう、区、白石区とか北区、東区っていうのは載ってるんですけれど、まあ、ベースが昭和40年っていうことなんで、例えば、まあ、白石町、川下とか、まあ、白石町もそうですし、まあ、琴仁町っていうのもそうですね。まあ、琴仁町8軒とか、それから、ここは琴仁8軒っていう住所とかっていうのもありますね。まあ、昭和47年に、かなりの住所が変わっています。まあ、区制が施行されているんで。まあ、そんな中で消えた住所というのがかなり残っているので、まあ、昭和40年当時の、まあ、ものがかなり残っているなという感じです。まあ、昭和50年というと、屯田も水田というのはかなりなくなっているはずなんですけど、まあ、こうして屯田の方にも、まあ、残ってますね、水田。それから、中沼の方とかも、残っているわけです。すごいですね。篠路町中沼っていう住所、今はもうないわけですけどね。今は東区中沼ですけれど。はい。まあ、こういった面白い住所が載ってますね。そして、非常に、はい。昭和40年と、まあ、昭和50年ということで、まあ、ここ区境なんですけれど、中沼っていうのはま、旧篠路村なわけですから、なんと東区なんだけれども、篠路町っていう住所になってしまっているっていう、状況になっていますね、これ、はい。まあ、そういった状況にもなってしまっているという、まあ、非常に、時代の、歪みが生じてしまっている、まあ、地図ですね。で、市電に関しては、まあ、消されたのかなっていう感じではあるんですね。で、高速電車ですね。はい、地下鉄ということで書いてあります。
でまた、まあ杓子ことにとかっていうのが描かれてますね。でまだ、琴仁川とかっていうのは埋め立てられてはいないみたいですね。もう昭和50年当時であるとおそらくもう埋め立てられているはずですね。はい、というようにですね、かなりこの昭和40年ベースの地図と印刷昭和50年ということでも時代の歪みですね。でこの地図面白くていいところは昭和40年当時、昭文社とか東文社とか、まあ、昭和50年頃もそうですけどやはり観光地図っていうのは、まあ、この中央区一帯が結構メインの地図に対しておそらく、まあ、帝国書院とか教育地図研究会ということでこちらは何かしらの、教育資料としての地図である可能性が、まあ、高いんですね。で、手稲地区とかも載ってますし定山系地区も載っているということで、結構、はい、いいなという感じがします。特に手稲とかっていうのははい、はぶられた手稲というあの動画も出してますけどもはや当時村落という扱いを受けているのでなかなか載ってる地図っていうのが少なくてでこれだけまあ詳細に手稲地区も載っているというのはですね結構いいなという感じがしております。手稲鉱山見えますね。で、はい、まだ手稲運転所、まあ、札幌運転所も今の東半分ぐらいという感じですね。山口海道のこうまだまっすぐっていうような感じです。はい、まあ樽川街道とかもそうですね、こう檜崎橋を渡っている状態ですね。はい、というような感じで、まあ、非常に面白いな、まあ、昭和40年代のこれだけ広域な地図が手に入ったのは、まあ、今回資料としては大きいなという感じがしております。で結構古くてこれ、まあ、メルカリで今回買ったんですけれど本当はあんまりやりたくないんですけれども、まあ、今回はこうテープで、止めてもう破れがかなりひどかったのでというような感じですね。はい、まあ、今回、まあ、このような地図を入手したので、まあ、今後ちょっと、まあ、各地区の深読みをしていきたいと思います。はい、ということで今回はご視聴ありがとうございました。